J2 第14節の大宮アルディージャ戦ですね。で、まあ、トリニータは前節千葉に 3-0 で快勝ということですけど、今日の相手の大宮は最下位にいたのに、ここ4試合で3勝1敗ということで完全に復調してきていますと。原さん効果なのかもしれませんけど、ということで、まあ、ちゃんと勝たなきゃいけないので頑張っていきましょう。朝8時過ぎですけど、まあ、ジョギングとかウォーキングしてる人以外にはまあもう待機列のシート張りが一段落したので、まあ人があまりいない感じですね。うちの投擲場とかのとこ取って、バックスタンド側へ取ってます。そろそろ東口の階段というとこですね。この階段も結構急なんですよね。こっちから登ってきたこともありますけど、あれの向こう側まで続いてます。でこれサブ競技場ですね。昭和電工グラウンドです。ここはよく地元の中高生とか練習に使ったりとか、まあ、今もなんか人いますけどね。まあ、こうやって今の GoPro Max で撮ってますけど、まあ、スタジアムの屋根とかこう特徴的なのを360度ぐるぐる回転するような感じで、姿勢はこのままなんですけど、後で編集するときに視点をこうぐるぐるって変えて魅力的な映像にすることができます。で今東と南の真ん中を、通過中です。まずビジターサイドのところで着きます。スポーツセンターですね。この横の階段登ってちょっと武道スポーツセンターから眺めを撮ってみましょう。ですね、これが武道スポーツセンターの2階部分ですね。まあ、今自由に入れたりしないんですけど、まあ、3年ぐらい前まではこう地元のバスケとかその辺の大会では結構無料開放とかされたりとかしてましたけどね。ちょうど3年前のゴールデンウィークの時にオープンしてたので、まあ今はちょっとコロナ禍ということで、まああまりちょっと規制が入ってたりしてますけどね。でちょっと歩くと向こう側にパークプレイスが見えて、手前が南駐車場ですね。まあ、ここもこんな感じでこう編集してこうぐるっと回すようなことを、同じ撮影姿勢はそのままだけどこんな編集もできますよというような感じですね。で右が体育館で左が武道場ということで、まあ、武道場ですから柔道とか剣道とかそういったような大会が結構行われてたりします。で一周して、E 駐車場のところに戻ってきましたということで、まあ、これから
開門まで2時間半余りですかね。ということで、まあ、のんびりしながらやっていきたいと思います。天才キックバンドとして小林幸子さん、大黒摩季さんと共演するなど大活躍中のクララさん、大分トリニータ宣伝部員としても SNS での応援コメントで選手の背中をいつも押してくれています。今日もトリニータ勝利の願いを込めて歌っていただきたいと思います。佐藤クララさん、お願いします。ありましたね。でも成長がすごかったので、
第二のふるさとは大分県は車でので、2008年から2013年まで大好きした大分プリンなんですけど、これどうですか、ドームは雰囲気は変わってませんか。変わってないですね。変わってない、全く変わってないですね。久々の大分ですけど、大分の雰囲気もそうですね、4年ぶりなんで、いやもう懐かしいなっていうか、もうなんか地元に帰ってきたなって、本当そんな感じです。前にも言いましたが、第2のふるさとだと、はい、そうです、はい、そういう意味ではお帰りということで、はい、去年もイベントはスタッフが来てるので呼ばれてないんで、大丈夫かな、これにいたの。ちょっとフロントの方、聞いてくださいね、はい、毎年呼んでほしいの。そうなんですよ、呼ばれてないんで大丈夫なのかなって、毎年来たいんで、皆さん拍手したいじゃないですか。毎年行きたいんで、皆さん拍手したいじゃないですか。はい、大丈夫。さあ、続いていきましょう。続いては、井上雄大さん。はい。もう地元ですからね。そうですね。大分の試合も見られてると思いますけど。そうですね。一試合の欠かさず見てます。よくなんか、ミスターチャンネルで見たんですけど、はい。ミスターチャンネルで雄大さんがゲストで来たときに、はいはい。大絶賛。ダイジェストしか見てないっていうのは本当ですか。あれはキャラです。あ、キャラです。すべて見てますね。いや、まあ大丈夫。どうですか、2020年に町田でキャプテンを終えて大分に帰ってまいりましたけど、このスタジアムの雰囲気等はいかがですか。いやもう本当町田でこのスタジアムで試合した時も、温かく2009年から2012年になりますね。そうですね、最終的に13年からビファーレに行きました。その思いで、お二人はもう一緒の時に在籍してますね。お願いします。そうですね、はい、はい、2年近くですね。いただきますね。まあ、いろんな経験はナビスコ優勝とか、いや、いろいろありますね。深いものありますよ。さあ、そして続いて馬場健さん。はい、健さん、もう去年来てますからね。そうですね。ケンさん、今年は何かなんかあれですか。ケンさんのブランド、マインドプラス、はい、もう活動してますけど、はい、オンラインサロンと近代のサッカー部もいろいろやってますけど、はい、ね、どうですか、こう去年と比べてなんか雰囲気はどうですか。いや、さっきも販売させてもらいながら、うん、写真撮ったりとか、去年ちょっとそういうのやりにくいなっていう人もいたと思うので、まあ、写真とかも少しずつ撮りやすくなってるかな。なんか去年この景色見たとき、すごい多分緊張してて、今日ちょっと余裕あって、なんか僕も森島君と一緒で昇格報告の時のなんか景色こんなだったなと思って見てました。そうですね。はい、2018年の時に昇格しました。ね、あの時ケンさん得点はチームトップの12得点で、藤本選手と、そうですね。はい、試合したけど、4人10かけた取った。でしたね。そうですね。そうですよ。そんな健さん、雄大選手が大好きした町田戦では前半でハットトリックを決めた試合がすごくありましたね。思い出しますけど、雄大さん、あの時どうでした。覚えてないですね。4対3の時。4対3の時。はいはいはい。これ3点も決めたんですか。困りますね。困ります。前半の時に。そうですね、対象者が出て、そうです、10名の時思い出しました、なんかもういや、さあ、思い出しました。でもあの時、退場者出て町田がやっぱすごい良くて、4対3でギリギリで、本当1人少ない中ギリギリ勝ったって試合で、肩さんが唯一試合が起こった試合だったんで、なんかハットトリックの喜びより、あ、これじゃダメだなっていうのが強く残ってます。気を引き締められた。あれは確か4月28日ですね、ゴールデンウィークの前だと思います。はい、こういう時期ですけどね。そうですね。もうあの得点はもう思い出します。そんな得点なんですけど、雄大さんも町田で大分帰ってきたという外線で帰ってくる、はい、ありましたね。そうですね。2017年にすっごいミドルを、そうですね、あれは過去一番ですね。恩返しだ。過去一番ジェラードだ。誕生日も同じなんですよ。あ、たまたま。ジェラード並みのキュイヤドのシュートを。やったったでってさっき言ってたよ。いや、めっちゃ待って、めっちゃ恩返しって言ってなかったですよ。恩返しだ。恩返しじゃなくて、
やっちゃった。あの、一言も言ってないんですよ。本心からなんかすごい言ってくるんで。あの、謎の絵、映像見ましたけど、やっぱもう気持ち入ってましたね。そうですね。大分に帰って。はい、はい、そうですね。どうですか、その時で、まあ、ホームでいる時のチームと、アウェーの時は、ね、どんな感じかなと思うんですね。いやでも、もう、大分は地元なので、やっぱこう、気持ちのこう、入れようが違ったんですよね。なんか、一番のエピソードとあれば、池田さんなんかありますか？あ、トニータ時代。はい。あの、まあ、怪我したことですね。そうですね。このピッチで、あの骨折して、まあ、1年ぐらいリハビリになったんですけど、まあ、それが、まあ、今となっては一番印象残っているな。私、お見舞い福岡に行きましたので、実はあの、お二人とも、この時に来てくれて、そうです。2人とも大怪我して、ありましたね、その怪我からの復帰っていうのは、ね、今、怪我している戸根選手に行くんですけど、ぜひ、あの、あの、なんですかね、激励のコメントをお願いします。そうですね、まあ、彼2回目ですよね。今回左ですね。そうですね。まあ、ちょっとこう、長いんで、まあ、どうしてもメンタル的には厳しいものがあると思うんですけど、まあ、本当焦らず、もう、近道ないと思うので、一歩ずつ頑張ってほしいと思います。ありがとうございます。さあ、森島選手といえば、そうです。J1 昇格、皆さん、プレーオフですね。J1 昇格プレーオフ、京都戦なんですけど、あの時は森島選手の4得点、無双状態でしたけど、あの時でやっぱ昇格の一気っていうのはありますか、やっぱりこう。今ね、J1 昇格モニター目標としてますので、ぜひ皆さんにね、成し遂げた経験を言っていただきたいと思います。いや、まあ、あの時はもう、あのね、募金もしてもらったりとか、まあ、3億円をどうするかっていう時に僕らも募金とかしてもらったんで、まあその必ず行かないといけないっていうプレッシャーはもうありましたね。まあ、それが4得点につながったのは分かったんですけど、でその後の決勝、林選手に千葉戦なんですけど、はい、で決勝ですけど、あの時のパスが、いやもうアシスト、あの得点後、サッカーで試合で泣いたっていうことはあんまないんですけど、あの試合は泣きましたね、やっぱり。ありがとうございます。さあ、それではね、いやいや、皆さん、ね、拍手してくれてます。それではですね、最後に皆さんね、J1 復帰を目指すチームとして、サポーターの皆さんにね、一言ずつ、ケンさんから一言お願いいたします。はい、本日ありがとうございました。昇格するためにはやっぱり、大分を応援する皆さんも一緒に、一つになって戦わないと、昇格への道はそんなに簡単ではないと思うので、皆さんのパワーが必ずチームの力になると思うので、今のトリニータの選手たちを全力で後押ししてあげてください。僕も一緒に後押しするのでよろしくお願いします。さあ続いて球団さん、まあ、J1 昇格に昇格できるようにですね、自分自身も、何かしら大分に、還元できるように頑張っていきますので、一緒に大分トリニータを応援していきましょう。お願いします。特にあのユース出身の選手たち、高田選手、湯葉選手、屋敷選手にメッセージを。いや、あの前節すごいシュートを決めてましたし、ユースの出身の選手がこうやって上で活躍するっていうのはすごい、いいことだと思う。まあ、本当に司君とかいい先輩がいるので、お世話になる先輩がいるので、しっかり、切磋琢磨して頑張ってほしいと思います。ありがとうございます。さあ、それではトリオ森島さんです。今デカ盛りし、もともとトリニータってすごかったじゃないですか、はい、なんでこんなところにいるのと思うんですよ。それってやっぱサポーターが作ってきたのに、はい、それをもう一回取り戻してほしいなっていうのはありますよね。やっぱりそうですね、そうか、置いてくれるってあったじゃないですか、はい、僕なんかアップするときとかめちゃくちゃ応援歌で、まあ、今できないかもしれないですけど、サポーターに育ってもらったっていうのがやっぱめちゃくちゃあるんで、やっぱ本来の姿をね、取り戻してほしいなっていうのはありますね。ああ、そうですね。だからまあ必ずね、上にいないといけないチームって僕は今の時から言ってるんで、本来のステージに戻ってほしいなと思います。はい、ありがとうございます。瀬戸森さんは今ね、デカボルシー、フォワードアカデミーですかね、これ、育成も頑張ってますんでね、
なんとか大分トリニータに排出できるように育てるんで、気長に待っていただけたらなと思いますね。これからね、ぜひね、育成の方も頑張ってください。そして、雄大さんも今、卒業化して頑張ってます。皆さんよろしくお願いします。関根さん、今日はですね、いろいろとグッズの販売、マインドプラスのね、グッズ販売もぜひ行ってますので、ちょっとアピールを、そうですね、今、ちょうど開けてて、学生の2人、今日一緒にやって、販売してくれてる方が、一緒に販売していて、僕もこの後戻るんで、会いに来るだけでもいいんで、ぜひ来てください。どうもありがとうございました。本日のゲストは森島達彦さん、井上雄大さん、馬場健二さんでした。皆さん拍手をお送りください。どうもありがとうございました。
Thank you.
です。